この男性たちは、男たちはですね、この町をすっかり変えてしまった元凶である桃の、あの存在が邪魔であると。だから桃を生かしておいたらまた町が変わってしまうかもしれないというんで、この桃の命を奪う計画をいたします。ところがいち早くですね、カシオペアという一匹の亀さんが彼女のところに来てですね、ピカピカと光る文字を背中に、つけてですね、メッセージを送ります。私についてきなさいと。そして初めは気がつかなかったモモも、ちょっと不思議な、誘いに乗りまして、ゆっくりゆっくりと歩いていく亀の後をついていくんですね。まあ、こうしてたどり着いたのがホーラというマイスターの家。ホーラというのは時間という意味です。ギリシャ語で時間というのはホーラと言いますが、ホーラ、時間の主人と言ったらいいでしょうかね、の家にたどり着いた途端に男たちが入り口まで持って追っかけてきてた。まあ、かろうじて、まあ、政府であったわけですね。この家に入ってからこの主人に会うわけですけども、主人が、よく来たって、私はあなたに、他の人にはなかなか見てもらえない大切なものを見せようということで、地下の一番奥の部屋に案内します。桃がそこで見たのはキラキラと輝くですね、見たことがないような時間の花なんですね。それを見たと。私はこの小説の中にいろんなメッセージが託されていると思うんですけども、この時間の花を永遠の命と、あるいは永遠というように理解することもできるんじゃないかと思うんです。とにかくこの家の主人は時間の主人ですからね。この永遠の花を一目見た桃はすっかり、新しい気持ち気分になってですね、もうその時に自分の命が奪われようとしているとか襲われようとしているという不安感も何も忘れてしまいます。そして彼女はしばらくしてその家をおいとまします。もうその桃の姿を見た途端にですね、男たちはもうこれは自分たちの相手にできる人ではないということを悟って姿を消してしまいます。そして桃はまた元のところで生活するようになり、町の人たちはまた彼女のところにやってくるわけですね。そして新しい生き方にもう一度戻っていきます。まあ、こういうお話であります。自分さえ良ければ良いというエゴイズムですね、自己中の生き方は実は自分を貧しくしてしまうのです。人々と良きものを分かち合う生き方は一見損するように思われますけれども、そのことによって豊かな祝福を受けて自分自身が豊かにされるのですね。主イエスはこの逆説的な真理を語り実践されました。人間のエゴイズムや悪や罪の問題はイエスの時代も今も変わりません。しかしこのような世界であればこそイエス様の隣人愛の教えと実践は希望の光として人々の指針となり、でそこから一人の人がそのことで人生変えられたという、そこからその愛の波紋が広がってくる。その後の歴史というのは愛の波紋の歴史でもあったわけです。さてこのような波紋の一つとして、このその中に、イエス・キリストとの出会いを通して、変えられていったのが加賀豊彦という人物であります。彼もまたこのように、一粒の麦として生きた人ですね。父親は大変有力な
事業家、徳島出身の事業家でありましたけれども、外で作った女性、おめかけさんですね、芸者さんでしたが、その間に生まれた子供でした。しかしその父も4歳の時に、そして5歳の時母が亡くなって、この徳島の実家の本妻さんの家で育てられる、まあ、大変に厳しい少年時代でありました。普通だったらもう一人の自然的な感情としては、彼はあふれるばかりの才能を持っていた少年として、成長した人ですから、もっぱら自分の成功の階段をですね、求めていくということを求めた場合にできたはずの人生です。でも彼はそこでですね、マヤスとローガンという二人の宣教師に出会って、彼らから本当に豊かな愛を注がれました。両親、まるで両親のようなですね、豊かな愛。そして実はこんな愛を自分に注いでくれる人たちの愛の背後に、その源に神の愛があると、イエス・キリストの愛があるということを知った時に、彼は伝道者になるわけです。この愛を多くの人に伝えたいと。彼は後にキリスト教のこのメッセージの根幹に、食材愛の実践ということを語っています。ただ単なる食材信仰ではないんですね。それは彼は否定しませんけども、それを通して十字架につけられて私たちのために死んでくださった、その出来事の中に神の愛が示されている。食材愛ですね。それだけでは不十分だ。それを知るだけでは不十分だ。私たちは食材の実践をしなきゃいけない。イエスが一粒の麦だったように、私たちまた一粒の麦として生きなければならないというように考えました。でちょうど彼は明治学院の余暇を終わった時に、関西で、神戸で、新しい進学校ができまして、そこに自分の洗礼を授けてくださった先生、牧師がですね、マヤス牧師がその先生になるということで、そこに移っていくことになります。とかその途端に、あいにく彼は大喀血をするわけです。そして小児結核を患った経験がありますので、お医者さんはそれが再発したということで、しかも重篤であるということで、もう 2,3 年の寿命だろうというように宣告します。その時に彼は、それならば生きがいのあるところであと数年の生き方をしてですね、お役に立って死んでいこうと、生きがいのある生き方をして死んでいこうという決意をいたします。慶明の中で佐伯さんが若い時のことをお書きになっておられます。ちょうど私はそれを拝見した時に、この加賀という方は似てるなというふうに思いました。